ス。よし。朝からつまんねえ授業決めたぜ。俺は彼女を作る。無理じゃねえっつの、はあ、前言っただろ、ね、加納先生って知らねえよな。正統派美人ってんじゃないけど。ああこれ誰、すげえ楽しくなってきた。君か。新商品が入ったぜ。ゆっくり見ていってくれ。どれにする？間違い、ありがとうよ。そしてありがとうよ。そしてありがとうよ。間違いが買い忘れはねえか。またよろしくな。
ていきますか。ふう、一息つけそうかも。順調に進めてるね。稀にしかない箱だ。ぜひ回収してくれ。邪魔されたってな。弱い相手だ。やっ、手を緩めるな。よらせ、やるぞ。敵対撃破。よっしゃ、楽勝楽勝。よし、次次。敵も押しておるぞ。3点位置決めるぞ。イオリが敵を倒した。勝利だな。勝ったね。次に進むぞ。さてと、探索に戻りますかね。お、階段だ。気をつけて進んでこ。お、シャドウだ。よし、火炎の弱点だ。引き金を。氷結が弱点だ。次はやっ、やってやる。敵が来た。いい攻撃だ。お前に任せた。ここは今だ。やり、行こう。決まったな。ナイス。俺うろうろしてやがるぜ。生成のチャンスだ。いけるぞ。この場面なら来て。セルサだ。一気にこれで終わらせるよ。次もさっきみたいに決めよう。ベタなシャドウ。覚悟しなよ。楽な相手だ。電撃が弱点だ。どうすりゃ。シルキー。よし、敵が倒した。シルキー。よし、敵が倒した。
リリム今だやり行こうバッチリじゃん。あ、そこから。宝箱か。はあ、シャドウって倒しても倒しても。次はさっきみたいに決めよう。おいあれ、レア。よし、やっちまえ。この場面ならベルトだ。いい攻撃だ。はあ、これで。やり。行く。バッチリじゃん。箱の中身邪魔すんなっての。引き金をベルトだ。よし、敵一体撃破。俺の出番か。任せなさい。の力で見せろよ、俺の大活躍。敵がダウン。その調子だ。どうする。敵ナイスだ、敵を撃破。やった、勝てたね。ご苦労だ。
てと探索に戻りますかね。出たなシャドウ。あ、そこから。ご用件を伺います。新たな、さて探すといたしましょう。こちらは強いペルソナです。こちらは強い引き継ぐスキルをお選びください。新たな力はさ、これはこれは、こちらは強いペルソナです。こちらは強いペルソナです。どちらを継承なさいますか？新たな力は授かる。生まれるようです。こちらは強いペルソナです。おやめになりますか？また。知ってた？さっき連絡あって俺って。そんなの帰宅部なら暇だろうって。ザブ隣の E 組の奥名簿どうすんだろう。っていうか今日たまたま部活休みだし付き合っ。あなた、えの俺が、ここって真田さんの、うん、じゃなかったりします？お前たち、あみ、でもなんか平気。ただの検査入院と言ったろ。アキ、もういいか。ああ、先月から増え出した謎の無記録、あいつたまたま患者の何人かを知ってた。それより順平、もちすまんな。じゃ、ちょ、何、あまり長いと部活に始めたり。そうだろ、別にボクシング自体に思い入れはない。昔自分も、それにまあ言ってみれば、好きっすよ。あんたの、ああどうでも。君か、
何があったか聞かないの？今日さ、子分気づいたら爆睡しちゃってたんだよね。そうそう、もう職員室呼び出されてスカートの丈のことも、はあ、こんなんじゃろくな大人にならんな。将来が重い。将来がどうとか気早すぎ。正直今は部活とか頑張って、先のことは。で、私部室。教えてもできないね。私のことはお姉さんって。やっぱり鬼に見つけ。じゃあな。あ、今のお向かいに住んでる子なんだけど、ちょっと危ないよね。あ、やば、急が。
この前も。一週間後は満月、気をつけて。君が試練に。試練と向き、もちろん、じゃ。
そうだね。
また来て。ムカついたけど、イラついて使って、まあ、目の、あ、ほら、だから、スパッツスタイルとかどう？あれ、西脇さん、もう変えたんだ。さす、別にそんなんじゃないよ。いいよ、私の前だから。そんなイケメンをゲットできるんだ。私もマネージャーやってみ、相変わらずやめなって。あんなに筋肉ついちゃったら嫌じゃない？よしなよ、彼氏さんの本気でやろうっていうなら止めないけど、彼氏探しなら他でやった方がいいよ。マネージャーって忙しいし、人のゲット、何言ってんの？そりゃそうでしょ。なんか私変なね。いやいや、そこ、さっきの中学の時にね、私、バスケ部の男でも、そいつ、あの子と私で、私だって被害者なのに、あの子、一方的に私バスケ部のマネージャーやってたから、なんだって。しかも高校で陸上、私は部活の、さっきのガムとか多分あの子だね。
もっと建設的なことしろっての。エコダに説教、将来が思いやられるなとか。あ、そういえば彼氏だなってさ。真顔でそんな冗談言う？恋愛まっしぐらの女は怖いんだから。あ、さっきの二股野郎の話、あなたにしか言ってないんだから。あ、その二股野郎とはとっくの昔に別れた。だからどうしたって話。